こんばんは、竹谷です。今回はディープパープルのブラックナイトのリフを一緒に覚えていきましょう。この曲はコーヒーの CM で使われていたので、多くの方がご存知かと思います。なので、友達になんか弾いてよって言われた時に、このリフを弾ければ、おーっと思われるかもしれません。リフ自体も簡単なので、ぜひ初心者の方は覚えてみてください。また、このリフは全てダウンピッキングで行います。では、解説に移ります。まずは5弦7フレット薬指で、4弦5フレット人差し指、5弦7フレット薬指、5弦5フレット人差し指、6弦7フレット薬指、5弦5フレット人差し指と弾いていきます。次は5弦7フレット薬指、4弦5フレット人差し指、5弦7フレット薬指、4弦7フレット薬指、4弦5フレット人差し指、5弦7フレット薬指と弾いていきます。次は5弦5フレット人差し指、5弦7フレット薬指と弾いていきます。次は先ほどの5弦7フレットを弾いた後、1、2、3とカウントを取り、4弦5フレット人差し指で5弦7フレット薬指と弾けばリフの完成です。1、2、3。はい、というわけで今回はディープパープルのブラックナイトのリフを一緒に覚えようという回でした。僕は普段初心者の方向けにギターの美味しいフレーズやギターリフの解説動画をアップしています。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをぜひお願いします。ではまた明日お会いしましょう。竹谷でした。バイバーイ。